はいはい、お疲れ様です。あ、疲れた。一社見てギブアップ一社見てギブアップってことは、うん、でもね、落ちてた俺も一社見て落ちてたからいいやと思った。大丈夫、爆発しなかった。え、爆発しなかった。ああ、解除した。解除した、落ちてたからね、見てほら。さて、今日のぼっち殺しプレゼントもらっていきましょう。行きましょう。行くか。行こう。並んでたわ、今日も今日とて。ぼっち殺しプレゼントこれ、ね、なんでコンプだな。コンプできれば安心感は強い。一個失うとさ、なんかさ、確かにさ、まあ必要ないかもしれないよ。なんかさ、こう心残りというかさ、もらっといた方が良かったんじゃねえかって。そう、なんかないとさ不安じゃん。うん。例えなけなんか自己なんとかみたいなね、自己評価みたいな、なんか。自分の行きたい企業のあれでしょ。今更感はあるんだけども、うん、まあ正直さ、だね、まあ、確かにそうなんで、間違えて違うの選ばないようにしなきゃ。昨日はぶっちゃけ何選んでもよかったからね。あ、でも空いてる今。超チャンスタイムじゃん。チャンスタイム。イエーイ。助かる。キャッチに捕まらない方向に行こう。ね。メガネはいいや。うん。メガネはいいや。メガネはいいやって、なんか欲しくてもメガネ捨てちゃうみたい。いやー。これなんとかでもコンプですね、 PDF4 枚。人間疲れた、とりあえず俺まだ半分行ってない。合同説明会ラッシュ、明日半日迎えた瞬間に、明日の2時ぐらい迎えた瞬間にやっと1日から5日までの半分が終わった、うん、まあ近いから明日からは。まあ最悪普通に途中に出ててもいいしね。なんか企業内容、企業来る企業がさ、明日は京都近くっぽかったからさ、結構ラスト1社、ラスト1社ですか、紙だけのことですか。それでちょっと行こうかなって気がする。なんか行かないとまずいんじゃねえか的なやつ的な感覚、うん、に襲われてる。いや、まあ、未だに一回も行ってないやつがいるから大丈夫だと思うけど。大丈夫なんだろうけど、うん、でも俺はちょっと心配だね。な、俺はかなり合同説明が出まくってる今。いや、なんだかんだも柔軟者見てる。うん、最低だよ。割ともう IT 企業の結構受けたから、まあよかったっすね。あの普通に全部密集型の合同説明会だけでさ、12日まででさ8回受けるんだけど、最低仕事でしょ。うん、そうだよね。調子こいたとしても、最後に言いましょう。強かった、今の強かった。死んだかと思った。最後強いな、やっぱり必死だな。最後の力を振り絞ってんだよな。俺らも最後の力を振り絞って出口に通わせてもらう。まっすぐ進みください。バファリンの袋。バファリン、え、出てていいんだよね。出てていいんだよね。5枚。いや、びっくりした。アンケートやる、やんなきゃ出れないの。お客さん、お客さん、